トム・ウィレムスは、オランダの作曲家である。現代バレエの振付や、ウィリアム・フォーサイスとの緊密なコラボレーションで知られ、失われた、一曲、インプレッシング・ザ・ツアーなどの作品で才能を見せた。アーネムの出身。当初はピアノを専攻していたが12歳から作曲を、初めて、デンハーグにある、ハーグ王立音楽院で1977年から1982年まで、 電子音楽や作曲を学んだ。ウィレムスは、自国で当時フランクフルトバレエ団の首席振付家を務めていたフォーサイスの作品を見て引き付けられ、彼に手紙を書いた。それが契機となって、1985年の LDC 作曲からフランクフルトバレエ団でフォーサイスとのコラボレーションを開始し、彼の多くの作品に音楽を提供している。ウィレムスは、 作曲にあたって即興ではなく論理的なアプローチを重視している。マッキントッシュのコンピューターとエミュレータのシンセサイザーを駆使し、フォーサイスの一連の作品で繊鋭的な個性を発揮した。画学の音色や旋律構造を引用したアズワガーデンインジスセッティングやアコースティック楽器を使用したエイドステロスなど作品の傾向は多岐にわたる。 高音のような電子音楽を響かせるインプレッシングザツ t ーに対してザルーム r ズイト a ズでは最後の数十秒しか音楽がなく NNNN に至ってはダンサーに動きのタイミングを知らせるかのように時折かすかに信号音が聞こえる程度の作品であり観客を戸惑わせるものがあった2002年に持ち上がったフランクフルト市当局によるフォーサイス解任騒動に対してはフォーサイスと連名で 抗議のメッセージを全世界に向けて発信した。フォーサイスの解任は世界中のバレエファンからの抗議によって取り消しとなったが、結局フォーサイスはフランクフルトバレエ団を去って自身のカンパニーを立ち上げた。ウィレムスは2006年からレ・コミリアン・フィルハーモニックの常任作曲家の地位にある。2012年、フォーサイスの旧作、インプレッシングザツアー第4部。 ボンゴボンゴ投げラを元にしたダンス学習用のオンデマンドコンテンツボンゴボンゴ9フェーゼズのスタッフに名を連ねた。三島幸夫のテキストによる ABCDEFG コクラ42ページ ABCDEFGH コクラ305-306ページ ABCDE ボンゴボンゴ9フェーゼズスタッフキャスト 日本女子体育大学ダンスプロデュース研究部によるウィリアム・フォーサイス作品を活用したオンデマンドダンス教材2013年9月15日閲覧トム・ウィラムズ・マリーンスキー劇場ウェブサイト2013年9月15日閲覧スーパーバレーレッスン113ページ ABCD ・オックスフォードバレーダンス辞典437から438ページ A.B. Out of Tokyo 038フランクフルトバレエ団の危機小崎哲也純淳さん、2002コラムリール東京2013年9月15日閲覧 A.B. これだけは見ておきたいバレエ51ページ解体されるダンスザ・フォーサイスカンパニーワールドレポート世界のダンス最前線フロムロンドン2005.10 じゅチャコットウェブマガジンダンスキューブ2013年9月16日、閲覧。ザ・フォーサイスカンパニー2013年9月16日、閲覧。ボンゴボンゴ、キューフェイゼズ日本女子体育大学ダンスプロデュース。研究部によるウィリアム・フォーサイス作品を活用した、オンデマンドダンス教材2013年9月15日、閲覧。コクラ、46の47ページ。 オックスフォードバレエダンス辞典489ページありがとうございます。